こんにちは、梅村です。今日は始まる100アートナンバー39、この作品をご紹介していこうと思います。今日はね、こんなちょっと幾何学模様な感じになりましたね。はい、では、ご覧ください。いかがだったでしょうか。今日ね、この作品の描き方ご紹介しました。描き方ね、知るととても簡単に描くことができると思います。いろんなね、描き方の技法を知ることによって、表現方法が広がっていくと思います。このような、ヒーリングアートね、
はじまるアートはじめヒーリングアートを描ける先生になるね、方法もお伝えしておりますので、ぜひご興味のある方はこの動画の下にあります説明欄から無料メール講座、5日間でね、ヒーリングアートの先生になる方法が分かる無料メール講座を配信しておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村千恵でした。